あ、ここのカフェですね。外にもテラスがあって、おいです。どのなんかあります、ね、座るとこあるかな、あるかな、結構いっぱいですね。もっと空いてるか、あれにしようかな。メニューあるわ。これとこれどう違うの？こっちにしようか。然后饮料是哪个？冰的热的。热的。谢谢六，我这里。我的美式在这喝。うわ、持ってきてくれるんですかね。すごい広いですね、これ。あそこ行ってええのか、一人で。人がいるわ。さっきのここ空いてるか。ここにしましょう。交流席です。テラスでも良かったですけどね、ちょっと日焼けが嫌ですね。やっと来ました。すごいボリュームですね。トマトをこうちょっと火を通してくれてるのがいいですね。これもではいただきます。この卵の焼き具合がちょうどいいですね。フレンチトースト、まあちょっと甘いし油あるんですけど美味しいですね、うん、すごい広いカフェですね。なんかライブ配信やろうと思って自撮り棒を触ってた、これ折れてしまいました。ということで今日この後撮影できないですね。これ今タオバオで同じようなものを注文しました。すぐちょっと今手でスマホ持って撮影してるんですけど、ちょっとここのメニュー見てみましょう。私今食べたのが、さっき食べたのがこのフレンチトーストのセットですね。なんかこういうフランスパンのやつもあるんですね。これサーモンですか。それとタイ風のチャーハンみたいなやつ。
で、アボカドのなんかセットめっちゃいいですね、ここ。あとはこれパスタみたいなのもあるんですね。これパンケーキみたいなやつ、あとはサラダ、あとはサンドイッチも普通にありますね。そんな高くないですね、こういうセット。このフレンチトーストのセットとかは朝だけじゃなく一日中やってるんですね。いいですね。これなんて言うんでしたっけ、ホットケーキ、パンケーキのセット。あとこういうのもいいですね、オムレツみたいなやつも。あと普通になんかステーキみたいなのもありますね。ここ本当にいいですよ。あとパスタのセットもあるし、さすがですね。これ前、そうなんですね、 M さんと、 M さんの友達、共通の友達 の、 あのグルメのインフルエンサーのユーフェイって呼んですけど、中国人の彼と来たんですよね。彼と M さんがここにいて、私になんか電話かかってきて、今ここにいるから来るかって言われて、来たらこの店だって、すごい良かったですね。さすがのユーフェイってグルメのインフルエンサーなんで、いろんな店知ってるんですかね。彼のウェイボーのフォロワー150万人いますからね、すごいなと思って。その時の YouTube もアップしてあるんですけどね、ユーフェイが出演してくれたんですけど、日本ではちょっとあんまり知られてないんであれですけど、ジュースもあるんですね。コーヒーだけだと、いや、そんな高くない、安いですね。あれむしろ33元のラテとか、ここいいですね。お茶もあるし、いやおすすめですよ。これ広いし、向こうはテラスもあって、かなり広いですよ場所。ということで、ちょっと自撮り棒壊れたんで撮影あんまりできないんで、今日この辺であれですかね。まあちょっと店の外観後で撮りましょうか。なんか撮影するんですよ、すごいカメラですねこれ。じゃあ行きましょう。いや本当ここすごい良かったですね。なんか本格的な撮影ですね、あのマイクとかこの機材とか。ここはですね、リンシールとザオファールの交差点ですね。一応外にはこういうテラスもありますね。すごいいいっすね、ここ。じゃあ、私はちょっともう、ここで今日は撮影終わりますかね。自撮り棒が割れてしまったんで、俺って手で持って歩くのは結構しんどいんで。というわけで、今日はこの辺で終わりたいと思います。